こんにちは、花井龍馬シリーズをご覧の皆様。前回ですね、ランナーズハイという話をさせていただきまして、花井龍馬さんからは、動画のアップロード本数2400本ではまだ足りないなっていうね、そんな感想だったと思いますけども、動画の本数が足りない方はまだまだ増やしていけばいい話で、質のまだね低い方は質を上げていけばいい話、たったこの2つのどっちかだと思うんですよ。で、私の場合は高い質の動画を送り出すことよりも数をねたくさん出すことによって、自分はどのテーマが向いてるのかってことを探りながらの、そんな日々でしたね。とはいってもね、片方ではお金を稼がないといけないので、YouTube には稼ぐ系の動画も出してるわけなんですよ。で、思い出してみれば2013年に私は YouTube のアップロードを本格的に始めました。それまでもね、飲食店を紹介する動画とか、なんかレビューみたいな動画をねちょこちょこやってたりとか、その時一番熱心にやってたのは、その広島のねローカルアイドルさんを紹介する動画だったですね。広島ローカルアイドルなんていうね、そんなタイトルでやってたと思います。当時はアメブロも結構ね、盛んでですね、いろんな方にアクセスいただいて、当時ご出演いただいたアイドルさんも今はね立派な社会人なんではないかなと思います。その中の一部にねラストアイドルに入った方もいらっしゃったりとかね、様々でございます。アイドルさんっていうのはね、なんかある意味なんかこう応援ですよね。なんかこう、私たちも10代の頃、自分の気づかないところで名もなき大人に応援してもらったような、そんな覚えがあるんですけども、私も当時ね30半ばに入ったところで、自分もそういう役割をやってもいいのかなというところとご縁があったんでね、広島市の中心部の方で毎月1回アイドルのお祭りをですね、アイドルさん100人ぐらい集めて毎月毎月やったもんですけども、5年ぐらいやりましたかね。今回何が言いたいかというと、そのランナーズハイの話なんですけども、その動画の本数がね多ければいいってもんではないですけども、少なくていいってもんでももっとないんですよ。ですから、ある意味ね、懸垂をしたりとかジョギングをした、そんな感じの意味で動画のアップロード本数は最低1万かなと思いますね。どんなことでもその1万5ですか、1万時間をやればプロ級になると言われてますけども、 YouTube の場合はアップロード本数1万本に達すると、プロ級になるんではないかなっていうふうな気はするんですよね。それは人それぞれの力量にもよります。2000本3000本でね、自分の理想の暮らしが手に入る方もいると思いますし、素晴らしい出会いが迎え入れる方もいると思います。ある意味そこはね、確率とか運に支配されているところでもあるんですよ。じゃあここまでですね、自分の熱量、やったことがどういうふうに結果に用いるのかってことの公式を紹介したいと思います。人間には生まれ持った力量ってものがあります。例えばですね、目がいいとかね、物覚えがいいとか、走るのが速いとか、いろんな特徴を持ってると思うんですよ。その力量ってものがまずあって、プラスその自分には足りてない力量を補うための努力ってものがあったり、才能をね、力量を伸ばすためのそういったトレーニングがあったりするわけなんですよ。これがだから一言で言ったらね、努力ってことになるんですかね。だからまずは力量があって、人生生きてるうちに努力っていう後天的なものがあって、そして最後にはやっぱりもう一回自分ではどうしようもできない運ってものがあるんですよ。この運っていうのはしかしですね、自分が持って生まれたもの以上にちょっと別の意味がありまして、運っていうのは誰と何をするかによって運が良くなったりとか運が悪くなったりするんで、関わる方って大切なんですよ。例えば YouTube 活動するときに、 YouTube のチャンネル登録者100万人の方、3人の人がね自分の動画を見てくれて紹介してくれた、こういうふうな誰かの出会いによって運が良くなるってことはあるんですよ。自分一人で持ち前の力量とか運ではなくてね、そうなってくると少しでも自分の運を手繰り寄せる方法っていうのが見つかってくるんですよね。例えば有名人のことをずっと評価している自分の動画を作っていけば、その有名人の方に見つけてもらう可能性が高まっていくわけなんですよね。そういった狙い方もあると思いますし、そうですね、今では有名ではないんだけども、後々ね有名になりそうな人とコラボをすることによって、その人がブレイクした時に自分も引っ張ってもらえるみたいなね、自分とのコラボ動画とかが受けるみたいなこともありますよね。そういったことを考えていくと自然と動画の本数は増えていきますよ、やっぱり。そういったことなんじゃないかなと思いますね。でちょっと話題が変わりますけど、私ね Google マップのローカルガイドっていうののもうすぐレベル9になるんですよ。この Google のローカルガイドっていうのはもちろん Google 社公認の資格ではあるんですけども、日本ではですね、レベル10っていうのが最高位で、それがね20人ぐらいしかいないんですよ。っていうことは Google のローカルガイドっていうもののくくりの中で多分ねトップ100位に私が入ってると思うんですよね。で今 Google の方からも毎年本社の方に、ご招待いただいて、そっちの方にね旅費とかあと宿泊費全部込みでね行けるようになってるんですけども、
やっぱり、ね、やり尽くした結果こうなるんですよ。私は Google のローカルガイドってものでいろんな写真を撮ったり動画を撮る中で Google マップにも適宜埋め込んでコメントをしたりしてるんですよね。飲食店に行ったらその飲食店の撮影をしてちゃんとコメント入りで Google マップにそれを記入していくと、そうするとその飲食店のオーナーさんから返事が来たりとかして交流が始まるんですよね。だからまだ多くの方は気づいてないですけども Google マップっていうものが非常に重要なコミュニケーションツール、 SNS に似た次世代型のコミュニケーションツールになるんじゃないかなっていうふうに私は5年前から踏んでたんですけども、いまいちちょっと芽が出てないなってことですね。まあ個人的にはレベルが上がっていったんですけども、あんまり Google マップって使われてはいるんだけどもこういう機能があることはねあんまり認知されてないんで、この辺も YouTube で知らせていこうかなっていうところでございますかね。でランナーズハイなんですけども、こう考えていくともうねやり込んでいくとやらない方が調子が悪くなっちゃうみたいなところありますね。多分花井龍馬さんもね YouTube を、1週間やるなって言われたら発狂するんじゃないかなと思いますけど、いかがですかね。それではまた次の動画でお会いしましょう。